家臣に代表して発表させていただきます。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ルカの福音書23章24節。父なる神様、真実なあなたの御名を心から褒めたたえます。過ぎた一週間も全能なる主の御手に守られ、主に与えられた賜物を用いて家庭や職場で働くことができ、また家族や仲間、同僚と交わることができ、生きていく糧を与えてくださったことを心より感謝いたします。主よ、今週はイスラエル軍とガザ地区ハマスとの戦闘にしばしの休戦が与えられましたが、これまでの殺戮は凄惨を極めています。無辜な市民、子どもたちが大勢殺されました。イスラエル軍によって学校が空爆されたり、病院が占領されるなど、むごたらしいことがたくさんたくさん起きています。主よ、ガザ地区の人々を殺しているイスラエル軍も、私たちも同じ人間です。私たちは人と人が殺し合うこの現実をどう受け止めたらいいのでしょうか。ガザ地区で生まれたばかりの赤ちゃんが病院で死んでいく現実をどう受け止めたらいいのでしょうか。どうか一刻も早くこの殺戮が終わりますように、主が私たちに知恵を与えてください。主よ、どうぞ私たち日本語礼拝との共同体を固く立ててください。開かれた共同体を作ることができるように私たちを整えてください。誰かが優れている、誰かが劣っているということではなく、足りないところは互いに補うこともできる共同体にしてください。共に悩み合い、共に祈り合いながら、お互いが信仰を深めていくことのできる友となりますように、主が助け、守り、導いてください。つまずきを覚えてもそれに敗北せずに、主イエスの愛で隣人を愛する者へと私たちを作り変えてください。どうか私たちを信仰によって強くしてくださり、主の前に固く立たせてください。これから主の御言葉を取り継がれる小安先生に聖霊の油を豊かに注いでください。また教会のためにさまざまな奉仕をなさってくださる神官地教伝道士、さまざまな働きを行うリーダーたちをどうぞ祝福してください。賛美チーム、通訳、案内、賛美隊、サランキッズなど、日本語礼拝部のすべての働きを主が覚えてくださり、主の御心にかなったものとなるようにどうぞお導きください。礼拝を捧げるお一人お一人が主の御心をより深く知り、主のくださる喜びに満たされることができますように、私たちに足りないものを悟ることができますように、私たちの心の目を開いてください。主ご自身がこのすべての働きを導いてくださり、私たちがその恵みを悟ることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。